ジョン・フィッシャーはアメリカ合衆国、シリコンバレー在住の企業家であり、作家、経済アナリスト、オラクルが買収したバーザ社創設者の一人で最高経営責任者の時代もあった。また、サンフランシスコ州立大学の助教授でもある。フィッシャーはカリフォルニア州スタンフォードで教授である父と母の間に生まれる。シリコンバレーにある名門校、 ヌエーバスクールとクリスタルスプリングスアップランズスクールを卒業。バッサー大学に入学、その後サンフランシスコ大学に編入、同校を卒業する。1994年から1998年にかけ、フィッシャーはアウトナチオン社やネットクラーク社を起業した。ネットクラーク社を売却した後は他社の企業コンサルティングなどに参加する。2004年、 バーザ社の企業創設に参加し、最高経営責任者に就任する。バーザ社は2007年にオラクルに買収された。その後、プレダレクト社や AR 応用技術の研究、開発に取り組むクラウドプテック社の CEO 歴任。フィッシャーはアメリカ経済、特に失業率の変動予想を正確に行うことで知られている。 住宅建設着工数の減少は失業率の増加につながると考えるフィッシャーは著書の中でも歴史的に見てもアメリカの住宅建設着工数が減少した翌年には失業率の増加が始まると記述しているまた1年後である2009年4月までに失業率が9%になると2008年4月にコメントしたこれが実現し アメリカ史上最も正確な予想の一つとして知られている。フィッシャーは以下4件の出願中特許を保持。ありがとうございます。